こんにちは、こんばんは、はるです。ということで今回なんですけども、ルーターレンタルサービスの紹介をしたいと思います。こちらですね、モバイルルーターの方を提供させていただきました。それで僕が実際に使ってですね、良かったと思ったら紹介しようと思い、実際に2週間ぐらい使ったんですが、思いのほか良かったので紹介することにしました。こちらが YMAX プラス 5G ルーターレンタルサービスとなります。こちら、個人的にはめちゃくちゃおすすめです。インターネットの価格、毎月支払っている通信料を下げたい人におすすめです。僕の個人的な意見なんですけども、なぜこの YMAX プラス 5G ルーターが広まってないのかという方が不思議なぐらいめちゃくちゃいいプランだと思いました。早速紹介していきます。まずですね、6つのおすすめがあります。で、サイトの方を見ていただいてもわかるんですけども、こちらですね、まず契約期間の縛りが一切ないです。2年縛り、3年縛りといったことがないです。ですので、解約違約金というのも0円です。一切かからないです。もうこの時点でめちゃくちゃ優秀だと思います。さらにですよ、僕が一番驚いたのが、データ通信量が無制限です。3日で10ギガ使うと制限かかるとか、そういったものがないです。データ通信量が無制限です。もちろん、どの会社のサービスでも、著しく通常とは異なるような使い方をした場合には制限をかけるというようなものはどこの会社にも書かれているんですけども、そういったことがない限り、無制限で使えると思います。僕も毎月100ギガ以上使いますが、そういった制限かかったことはないです。普通にゲームをしたり動画を見たりして100ギガ以上使いますが、普通に使ってて制限かかったことはないです。ということで、普通に使う分であればデータ通信量は無制限で、間違いないかと思います。そして端末代金も0円、発送費用も0円ということです。そして最後にですね、これもめちゃくちゃいいなと思ったんですけども、トライアル期間ということで15日間お試し利用が無料でできます。なので、モバイルルーター、まあポケット Wi-Fi という方もいると思うんですけども、このモバイルルーターを15日間お試しで使って、家で使ったり会社で使ったりして、実際に速度を確かめたりして使いやすいと思ったら契約していいという、こういったサービスもあるので、とても親切だと思います。こちらがですね、月額4363円で全ての縛りなしで使い放題という、すごいおすすめできる内容でした。税込み4800円となります。15日間のお試し期間をぜひやってみてください。おすすめします。初めての YMAX で繋がるか不安な人、YMAX を持ち運びで使ってみたい人、YMAX が固定回線の代わりになるか、YMAX5G の速度を体験してみたい、という方は15日以内の返却で月額費用プラス安心保証オプション料を全額返金するということになります。かなりおすすめです。契約したいという方は最初の契約の料金詳細を説明します。月額は4800円かかります。そして初期費用、最初の1回だけ3300円かかります。契約期間の縛りは一切ないです。解約違約金も0円になります。端末代金も0円になります。発送料は無料です。ということで、フリーマックスプラス 5G、YMAX は月額料金が変わらない安心の定額料金ということになります。他社と比較しても、縛りがない、解約金がない、端末代金がかからない。ということで、とてもおすすめです。4800円で無制限でギガが使い放題というのはすごいと思います。そして、こんなあなたにおすすめという項目があります。特にモバイルルーターを僕がおすすめする理由もこの中に入っていますが、動画をよく見る方、そして外でノートパソコンなどを使用する方、ゲームをする方、旅行などに行く方、あと動画配信者などといった方にモバイルルーターがおすすめです。データ無制限で爆速通信が令和のスペック、場所を選ばずどこでも便利ということで、モバイルルーターをおすすめしています。こちらがですね、最大接続数が10台となっています。なので家族みんなで使えるということになります。あと僕も最近からキャンプや車中泊などをやるのですが、そういった時にも家族で Wi-Fi を使えたり、車中泊の時などに車内で速度制限などを気にせずインターネットを楽しむことができるモバイルルーターになってますので、おすすめです。説明欄にリンクの方を貼ってますが、こちらのエリアも確認することができます。 FreeMax プラス 5GYMAX 対応エリアはこちらということで、エリアも拡大中というところを押すと、マップが表示されて、5G が使える、4G が使えるといったマップが表示されています。ですので、ご自分の、住んでる地域確認することができます。こういった感じで、3色の色で表示されています。
で 5G のサブロックと、5G の NR 化で 4G というふうに書かれています。で基本的にこのプランはですね、 5G が使えるところでは 5G が使えます。そして 5G と 4G 両方使えるところでは適切な切り替わりが行われます。そして 4G しか使えないところでは自動的に 4G に接続してくれます。なのでどこで使っても通信はできるということになります。とてもおすすめです。でこういった感じで簡単に説明をしたんですけども、一番のおすすめはやはり無制限で使い放題というところです。そして10台まで接続可能、契約するときにお試しプランがあるというのもとても親切です。で実際にですね、このモバイルルーターが本当に使えるかっていうところだと思います。これでもしちゃんと通信が行われて快適に動画視聴などができるのであれば、これ1台だけで十分にこと足りるので毎月の通信費用を抑えることができるかと思います。僕はですね、自宅に光インターネットを引いています。そしてポケット Wi-Fi も持ち歩いています。で毎月携帯代金も払っています。で自宅の光インターネットがだいたい毎月6500円ぐらい払っています。でモバイルルーターが毎月約4000円ぐらい払っています。で携帯電話が毎月約3500円ぐらい払ってます。合計すると毎月1万4000円通信に支払っていることになります。これでですね、もしこのモバイルルーター一つだけでこと足りるのであれば、自宅の光インターネットいらないっていうことになるんですよ。このモバイルルーター持ち歩いたり、家にずっと置いててもいいし、持ち歩くこともできるし、何より無制限の使い放題ですので、自宅の光インターネットがもういらないです。なので毎月6500円が浮くということになります。この6500円っていうのの節約がめちゃくちゃ大きいと思って、まあ2年ぐらいだと15万6000円の節約になるんですよ。だったらこのモバイルルーター一つで無制限使い放題の方が断然お得だと思います。こちらのモバイルルーターを1台持っておけば、毎月の携帯電話のプランの変更もできるかと思います。ギガ数を一番低いプランに設定して電話料金を安くして、毎月の節約にもなるけれども、無制限のモバイルルーターを持っているので実質インターネットし放題ということが可能になるかと思います。ということで、あとは実際じゃあどれぐらい通信速度がいいのかということだと思います。実際に速度を測ってみたいと思います。ということで、インターネット速度テストを開始します。今周波数は 2.4GHz にしています。それでは早速行います。ダウンロードが 4.42、アップロードが 6.33 という結果になりました。でこれが僕の家ではこういう結果になってますが、それぞれの場所によって変わってきます。ですので無料期間を使って試してみてくださいということになります。次に、せっかくなので僕が普段使っているソフトバンクさんのモバイルルーターに切り替えて、もう一回速度を測ってみたいと思います。ということで測定していきます。はい、ということでダウンロードが 23.3、 アップロードが 5.59 ということになりました。なので結果から見るとソフトバンクの方が早いということになります。ただ僕の住んでいるこの場所は有機 WiMAX の電波が弱い場所になります。なのでここだけの結果では判断できないということになります。ですので別の場所で3カ所ぐらいで測定してきたので、そちらの方もご覧ください。はい、ということでこの辺りに来ています。海沿いの運動公園ですね。早速インターネット速度を測っていきます。フリーマックスプラス 5G の方から測っていきます。ということで、ダウンロードが 1.17Mbps、 そしてアップロードが 0.02Mbps ということで、インターネット速度が非常に低速ですという結果になりました。今ソフトバンクのポケット Wi-Fi に切り替えました。測っていきたいと思います。出ました結果が、ダウンロードが 2.90Mbps、 アップロードが 1.75 ということですね。まあ、この辺は海沿いで電波も両方悪いということです。はい、ということで次はこの辺りにやってきました。こちらは 5G が使える赤っぽい色のエリアの中となっています。早速速度を測っていきます。はい、ということで 5G のエリア内で速度を測っていきたいと思います。ということで、ダウンロードが 37.5、 アップロードが 52.9 ということになりました。一応ソフトバンクのポケット Wi-Fi でも速度を測ってみたいと思います。ということで、ソフトバンクのポケット Wi-Fi、23.9 がダウンロードですね。アップロードが 19.3 ということになりました。はい、ということで次はこのあたりで
計測していきたいと思います。まずはフリーマックスプラス 5G から測っていきます。いきます。ということでダウンロードが 16.1、 アップロードが 0.61 となりました。次はソフトバンクのポケット Wi-Fi で速度を測っていきます。ということでダウンロードが 17.3、 アップロードが 10.3 ということになります。あまり大きな差は感じられないと思います。だとしたら断然使い放題の方がいいっていうことになってきます。はい、ということで他の3カ所の場所での測定結果をご覧いただいたと思います。結果からすると僕はこちらの YMAX プラス 5G の方がいいかと思います。理由はですね、自宅で使っても普通に使えるし、持ち歩いてても普通に使えて無制限で使えるということです。今僕が使っているソフトバンクのモバイルルーターは月4200円ぐらいで 100GB です。なので 100GB までしか使えないんですよ。 100GB 超えるともう制限がかかってしまいます。ですので月額、税込み4800円で使い放題のこちらの YMAX プラス 5G ルーターの方がお得かと思います。さらにこういったマップを見ればわかるかと思いますが、 5G が使えるところでは 5G が使えて、 5G が使えないところでは 4G が制限で使えるんですよ。なので総合的に見たら YMAX プラス 5G の方が断然お得だということになります。ただ地域によって個人差はあるので、ぜひ一度こちらの15日間お試し期間の方を利用していただいて、ご自分の環境で通信がいいのかというものを確認していただければいいかと思います。説明欄の方にリンクを貼ってますので、ぜひ気になった方は一度ご覧になってください。かなりの節約にもなるし、データ通信量が無制限ということで、僕のようにモバイルルーターと自宅の固定回線両方支払っていた人はモバイルルーターのみで今後インターネットを利用できるかもしれません。そうするとかなりの節約になると思います。ということで短い動画にはなりますが、今回は YMAX プラス 5G ルーターレンタルサービスの紹介でした。もしよければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。説明欄のリンクの方もぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。